ダッシュでいこうぜ。どうも武田でございます。刻んでいこうぜよしき。はい、ということで本日の動画なんですけれども、はい、なんかね変なのが届いた。詳細を教えてもらってないのでちょっと楽しみではあります。アイディアスさんから。おお、挑戦状というかチャレンジしてみないかということで、チャレンジしてみないかけ、はい、挑戦状の箱シューズじゃねんかい。シューズも入ってます多分。おっと、重さ的にシューズも入ってます。マジでこれはね、玉手箱ぐらい軽い。玉手箱持ったことあんの？ない。ないよね開けてみます。スコッ、まあ、こうなるわな、まあ、こうなるわ。シューズも効かされてる？ん、あ、あの、はい。これが挑戦状だと思うんで、まず先にシューズ見ましょうか。はい、プライム X。 あ、やばいやばい。シューズさん、これやばいよ。これやばいやつだ。これね、このシューズみんなやばいの分かる？マジでやばいからね。やばいんだ。これやばい、履いてみたかったっていうか。めっちゃ嬉しい。あ、本当です、はい、挑戦状も入ってるということですよ、これ、はい、ハッシュタグ早くなるためのすべて、はい、アディゼロということで背景。はい、いや、いや、はい、じゃないアディゼロパステストプロジェクトということで、ほうほう、日本中のね、ランナーの皆さんがアディゼロシリーズと共に様々なレースを通じて最速に挑戦してほしく今回企画したプロジェクトなんですけど。なるほど。はい。え、フルマラソン走るの？あ、違います。よかったその中でトップアスリートから市民ランナーの皆さん、短距離の僕まで1秒でも早く走っちゃおうと。公認の大会じゃないですからね、自身で走るわけですから、はい、っていうことで今回このシューズが、それに吉木さんも参加します。わかりました。自身のコースそれぞれ皆さんで設定していいんですけどっていうのが、はい、今回10キロ。なるほどね。10キロ自分で決めていいんだ。決めていいよ。永遠に下りたかったなでも YOSHIKI と言ったらあれかじゃねえか。YOSHIKI と言ったらね、否めないね。東京ね、下り10キロ探すのはちょっと無理だから、うん、まあ荒川の直線と追い風をうまく使ってリクエスト出したいな。なるほどね、うん、ということで YOSHIKI は荒川ダッシュと。はい、荒川で走ります。走り慣れてるし、このカーボンシューズを生かすにはコーナーがあるとこよりも永遠に直線でずっとこの推進力というかこの反発を殺さないところがやっぱ荒川の直線かなと。かしこまりました。自己ベストもね、あのもちろん狙っていくんですけども、このシューズの凄さっていうのも感じながら走りたいです。楽しみだね、それね。いや、めっちゃ楽しみ。ということで、まあ、早速ねレビューをしましょうか。そうです。したいでしょ。したいです、うん、これ履いてみたかったので。見たかったでしょ。はい、はい、どんなもんか。それでやっていきましょう。ダッシュでいこうぜ。カメラ回ってないところでずっと見とれてた。青で吉木さんからじゃん。しかもそうだね、うん、こよくないか。すごいね。これよ5センチ吉木さん身長高くなるよ。そうだね、うん、しかも足が長くなるから。足長く見えるかもね、うん、見える見える。見てアッパーがこんなに薄いの。うわー、もう手見えるもんね。生春巻きピンとあった生春巻きがどうしたの。いや、あ、もう終わり。あ、それ終わり。で、なんか薄い割に映像よりも触ると結構しっかりしてます、うんうん、気になるところって言ったらやっぱここの反発素材だよね。そうだよね。裏もあれだね、しっかりクリップが効くようになってて、うん、で、まあ5本指カーボンがむき出しになって、ちょっと見えるね。これもあれですね、裸子植物の石仲間に、仲間に。これなんだろうね、この緑のやつ。それ葉緑体じゃないじゃんで、この厚さ50ミリっていう風になってますけれども、三層構造らしいです。こういう感じで三層構造やってます。ライトストライクプロミッドソール、あのもちもち素材ですね。はい、剛性を高めてバネのような反発力をもたらすエナジーロッドとエナジーブレッドこれ英語読めないんだ。あ、まあ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 。シュエ、これさ、見て、うん、この高さから落としただけで跳ねてるね、うん、スーパーボールのような、うんうん、なってるなってる。スーパーボールだよこれ。いや、すごいね。やばい。おーい、めっちゃかっこいい。デザインエグいな。かっこいいよな。エグい。これやばいぞ。やばい。鳥肌立ってきたマジで目線高くなる。これもう一回やって。これすごくないこれ顔やめろって。それだからお前はよ。
想像以上だね。マジでえぐい。重さも全く気にならない。まあ、そんぐらい素晴らしいシューズなんですけど、やっぱりすごいもちもち感とこの厚さだからグラグラ性はちょっと感じた。うん、まあ厚底シューズ結構そういうのあるシューズありますもんね。それもタイムが落ちるみたいな気になる感じは全くないから。あ、そっち系じゃないってことですよね。全くない、うん、安定感を求めてる人にとってはグラグラするなって思いますけど、そんなのもう吹き飛ばす反発力です。それはもう履いてみる。履いてます。シュエさんどうですか、履いてみて。シュエさんの感想。そうだね、やっぱり暑いね。単純にこんだけ暑くなれば足が長くなるのと一緒なので、リーチが長くなる。ああ、なるほど。だから単純に足が速くなる一つの大事なポイントを厚底って持ってるんで。はいはいはい。すごい反発だね。ダッシュで行こうぜ。はい、ということでお疲れ様でした。お疲れ様です。本当名の通り規格外のシューズだと思うんですけれども、アディダスランニングのイベントなんですけれども、アプリを使って開催するバーチャルレース、登録期間がね9月28から10月24なので、もうとっくに始まってます。場所はさっきちょっと YOSHIKI さんが今回アラカルでチャレンジするという、皆さんもぜひ自身で選んでいただいて、さっき YOSHIKI さんも言ってましたけど、はい、下り坂でもいいわけですから、もう自身が一番速く走ると思うことができる場所を選んで。レース開催日は10月24日。なるほど、うん、俺が10キロ走る日は10月24。上位入賞者の賞金があるんですか。アホ。ボストンマラソン22の参加権。ボストン行けんの。ボストンマラソン、やば。参加権やれます。得点もあるので、すっげえ俺足自信あるよって方は26分ぐらい出してください。安全期はね十分考慮してください。ね、まあ簡単にエントリー方法だけ、はい、皆さん説明させていただきますね。アディダスランニングアプリをインストールします。コミュニティタブを選択します。イベント内のバーチャルレースを選択します。登録ボタンを押します。利用規約確認してエントリー完了。簡単簡単以上。でも楽しみ、本当に楽しみ、うん、本当に想像以上に進むんで、うん、ちょっと楽して10キロ自己ベスト出せそう。なんかそういうのを見たいよね、力感的な。はいはいはい、うんうんうん、10キロ今35分後半ぐらいが社会人ベストなんですけど、うん、3分半切っていけたら34分台とかも見えてくるので、ちょっとそこら辺も狙えそうです。このシューズであれば視野に入れて、はい、やっちゃうと。まあ、今レビューしてヤバさはもちろんまあ伝わったと思うんですけど、まあ、記録出せばなお伝わると思うので楽しみに。そうだね、はい、僕ら動画にする予定ですので、はい、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ、アディオス。ご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またのご機会に、さようなら。